北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。本日9月22日です。こんにちは、佐藤美久です。いきなりどうしたの、日付から入って。いえ、あ、はい、はい、この番組をせっかく聞いていただいている皆さんには正直に話しておこうと思いまして、まさかとは思うけど、はい、まあ、一応番組プロデューサーさんからね、許可をもらっているということで、まあ、しおりちゃん、から重大発表があります。そうなんです、重大発表です。と今まで黙っていてごめんなさい、はい、この北野しおりのリアルドライは録音です。はい、そうなんです、はい。まあ、いつもお聞きいただいている方はご存知かもしれませんが、はい、ラジオをお聞きの皆さんのこと、はい、欺いていて本当に申し訳ございませんでした。まあ、欺くっていう大げさだな。まあ、あの番組ね、オープニングから、はい、こんなことをなぜ申し上げているかと申しますと、はい、実は、はい、リアルに申し上げまして、はい、本日14日からブルガリアで開催されるアニベンチャーコミックコン2019より、うん、前の録音なんで、うん、どんなイベントであったのか、はい、現状全く分かりません。分かりません、はいはい、ですので、せっかくロードツーブルガリアというコーナーまで、はい、設けてお聞きいただく皆様へ、本来であればですね、はい、今回の放送はブルガリアリポートをさせていただくところなんですが、スケジュールの関係でですね、どうしても日本から出発する前より、出発する日より前に録音することになりまして、はい、番組プロデューサーと相談した結果、こういう形で今回は番組を進めさせていただきたいと思います。はい、とはいえ、はい、来月の放送では1ヶ月ぶち抜きでブルガリア特集を組ませていただきたいと思いますので、はい、皆様ぜひそれをお待ちください。1ヶ月ぶち抜きってプロデューサーさん言ってたっけ。いやいや、そのぐらいの分量あるんじゃないですか。あ、まあまあ、そう、うん、まあそう、そうなんだ。長期滞在だし、まあ、まあそうね、うん、まあ、しおりちゃんがね今言ってるから、おそらく、まあ、そうなるかなとは思っております。そうします、はい。ということで、お断りは、これくらいにしてオープニングトークに戻らせていただきまして、はい、この北野しおりのリアルドライはコスプレイヤーでタレントでもある北野しおりちゃんと、私女優の佐藤美久の2人がコスプレやサブカルなどについてリアルに、そしてドライにお話しさせていただく番組です。それではまず一つ目のコーナーは乙女ロードナウのコーナー、イエーイ、待ってました。ありがとうございます。このコーナーは私、はい、佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド動向などについて潜入し、その様子や変遷について私の独断と偏見リポートしていくというコーナーです。ちなみに、乙女ロードとは、東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯にあるアニメなどサブカルグッズなどを販売しているお店が立ち並んでいる通りを総称して乙女ロードというようです。まあ、そんな乙女ロードの今月の、ね、動向を話しさせていただきます。まあ、今回実はですね、はい、私が所属しております事務所の、新人女優の、金井麻希ちゃんがですね、アニメがすごく好きで、はい、特にカードキャプターさくらがの大ファンで、乙女ロードには行ったことがないということだったので、はい、佐藤美久流乙女ロードツアー、はい、に、一緒に行ってきました。まあ、この、金谷咲ちゃんという子ですね、はい、実は私の、もう一つ番組、ね、佐藤美久の女優道という番組でゲストでね来てくれたんですけども、非常に不思議、ほう、もうザ不思議です。不思議、面白くてですね、高校が農業高校に通ってたらしくて、はい、で、うねってわかります？あ、わかるわかる、わかります、うん、私わかります。畑を作るための段差みたいな、そう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 、あれ作るの難しいっていう、そう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 、ふんわりしてるやつ、よく知ってる。まあ、それがすごい得意だ。へー、特技がそれなんです、ね、はい、はいはい。で、もう一つ特技があって、で、一輪車ってあるじゃないですか、はい、一輪車ってどの一輪車思い浮かべますか？え、サーカスとかで乗るようなじゃなくてですね、はい、工事現場で使うような、はい、一輪、車輪が1個しかついてない、なかなか操縦しづらい、猫車っていうんですね、砂利とか運ぶやつですか。あ、そう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 です、そうです。あれを操作するのがすごい得意。へー、さすが農業高校。変わってるというか、すごい、すごい面白い女の子でして、考え方が私にはない考え方を持ってて、はーって思う女の子でございます。おもろいですね。はい、そうなんですよ、はい、
ではですね、それでまあさきちゃんを連れてですね、はい、あそんな面白い子を連れて、はい、そうです、そんな子面白いさきちゃんを連れて、はい、じゃあぜひこの番組でもいつかゲストとして、あ、いいんですか、はい、来たら面白いんじゃないかなって思います。よかったね、さきちゃん。じゃあまたなんか機会があったら、機会があれば、はい、ぜひさきちゃん来てください。はい。ではですね、まず、いつも通りゲーム系作品の店舗にね行かせていただきまして、はい、まあ、多くなってたグッズが結構あってですね、うん、弾丸論破であったり、はい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 、この間お話しさせて、しおりちゃんがお話ししてたアイデンティティ5、うん、第5人格かな、うん、もうすごい増えてました。へえ、はい、なんで、あ、これはちょっとしおりちゃんに言った方がいいかな。確かにコスプレする人も増えてきたし、うん、なんか全体的に需要が、需要と供給が増えてるんですかね。そうなんですみたいですね。で、朝木ちゃんもすごい、うわこれすごいって言ってたのがデジタルモンスター、通称デジモンですね。あー懐かしい、私の認識では懐かしいっていうイメージ。そう、私も子供小さい時によく見てた覚えあるんですけど、そうそうそう、すごいテンション上がってました。へデジモンだ、デジモン好きなんだ。デジモン好きなんだ。男の子が好きそうなものが好きで、はい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 、仮面ライダーとか、はい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 、そういうライダー系とか、へオレンジャーとかも好きみたいです。へ、はい、特撮系、そう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 。で、そして次に、2階建ての店舗、1階が、歴史関連グッズ、2階が最新作から旧作、有名作家作品、従来10年の、名作グッズがある店舗に行かせていただきまして、まあ、セーラームーンであったりとか、メンターテコナンはもうすごい一列全部メンターテコナンになってました。特にぬいぐるみがすごいまた増えてて、すごいなと思いました。でバナナフィッシュも増えていて、はいはい、ゆくちゃんが紹介した、もうそうなんですよ、好きなアニメなんですけれども、それも一段また棚が増えておりました。よかったですね。でですね、ここにカードキャプターさくらがですね、はい、朝木ちゃん大好きなんですけれども、はい、ほらこれ持ってないやつあるって言いながら見てたんですけど、うん、あーこれは持ってます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 っていうのがめちゃくちゃ多くて、はい、これ一番口全部制覇しますとか、はい、ガチだなと思いました。はい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 、新たに買い足すとかそういうのあんまないみたいな。そう、もうほぼ制覇みたいな。でなかなかレアなやつがあったみたいで、はい、これはとか言うからで一個だけ私が、あ、じゃあ私肩切るよって言って、優しい優しい、一個買いました。あげました、プレゼントさせていただきました。すごい喜んでくれて、ありがとうございますって言ってくれた顔が可愛かったので、はい、すごいもうテンションぶち上げっていうか、はい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 、もうめっちゃ上がってて、やっぱ人と行くのって雰囲気変わりますね。そして、次にですね、二次元アイドル系作品の店舗にも行かせていただきまして、はい、あさきちゃんお姉さんがいらっしゃってて、はい、ですごい二次元アイドル系の作品大好きっていう感じで、うん、なのですごいそれもテンション上がってましたね。アイドルマスターサイド M であったり B、プロジェクトであったり、アンサンブルスターズもすごいもう増えてて、だいたい床のところに作品名、はいと、うん、あと棚がこう合ってるんですけど、多分種類が増えすぎて合ってないんですよ。床が足りない、床が足りない。床の書いてある作品名と品物がずれてくるんですよ、はい、これは棚がね、どんどんもう増えて大変なんだなというのを改めて感じました。はい、ということで、すごい朝木ちゃんも喜んでくれて、はい、また、まあ、今度一人でも来ますって言ってて、はいはい、乙女ロード復興成功ですね。そうそうそう。なのでまたね、何か機会があればまた朝木ちゃんとねまた行けたらなと思っております。いや、すごい楽そうな旅で、はい、何よりです。はい、じゃあまたね、もし機会があったら朝木ちゃんねゲストに来てくれればなと思います。はい、以上、乙女ロードナウのコーナーでした。くるくるコンテンツのコーナー、イエーイ、くるくるん。はい、さてこのコーナー、くるくるコンテンツ、略してくるコンは、はい、アニメや漫画やゲームの中でこれから流行が来そうなもの、はい、もしくは現在急激に人気が出ているものを、私北野しおりの独断と偏見を交えながらご紹介いきたいと思います。はい、今回ご紹介させていただくのは週刊少年ジャンプで連載中の漫画、うん、鬼滅の刃です。はい、で大正時代の日本が舞台の人と鬼の戦いをテーマにしたバトル漫画で、アニメ化もされていて、で内容が面白いだけではなく魅力的なキャラクターも多いことから、コスプレイヤーの中でもこの鬼滅の刃のキャラクターのコスプレをする人も急激に増えてきました。で物語を簡単に説明すると、山で炭を作り、それを町で売ることで生活をしているかまど炭治郎、はい、これ主人公ですね。あ、主人公、はい、炭を売り町に
降りている時、うんうん、家が鬼に襲われてしまうんですね。ほう。で家族全員が犠牲になり、うん、でただ一人生き残った妹のねずこも、うんうん、傷口に鬼の血を浴びてしまったことが原因で、はい、鬼になってしまうんですね、うんうんうん、で炭治郎はねずこを人間に戻す方法を求め、うん、また人に害をなす鬼を倒すため、はいはい、鬼殺隊に入隊し、はいはい、旅をしていくというお話ですね、はいはい、で炭治郎を助けてくれるさまざまな人々や、うん、鬼殺隊のメンバーや幹部、鬼の組織の幹部など、うん、たくさん登場するキャラクターそれぞれに魅力があるところも人気の一つです。はあ、なるほど。私のおすすめはですね、はいはいはい、善逸くんっていうキャラクターがいまして、はい、吾妻善逸くんって言うんですけど、おお急に誰だ、炭治郎の仲間で、ああはいはい、はい、主人公の仲間、そう、鬼を倒す人たちの、あ、面白くてね、可愛いんですよ。まああのね、あのそういうのはでもちゃんとね、はい、リスナーさんが分かるようにですね、まずはちょっと説明していただきますか。あ、そうですね、はい、ちょっと私の感情が暴走しちゃって、はいはい、だ説明させていただきますと、はい、吾妻善逸くんとは、はい、さっき登場さす、あ、さっき紹介させていただいた視察隊のメンバーで炭治郎と一緒に旅をするんですね、うん、はいはいはい、で勇気もないし、スケベだし、スケベだし、うん、はい、で大体いつも足を引っ張る的なキャラクターなんですね。はい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 、昏睡状態になるとあの急にめっちゃ強くなるんですよ。すごいな、はい、それが魅力。なるほど、眠りながら戦うのね、はい、意識ない時の方が強いみたい な、 すごいな、それが魅力です、彼の。あ、そう、あ、なるほどね、そういうことね、はい、でさらにちょっと起きて、はいはい、あの自分が鬼倒したこと覚えてないんですね。はい、なるほど、なんか別の人格かなって感じ。起きたら、あ、え、どうしたのみたいな、はい、あの自分が寝てる間に何が起きたのかちょっとあんまよく分かってないみたいな。へえ、面白いキャラですね。そうなんですよ。でなんかこの作品結構シリアスな作品なんですけど、さっき話した通りその、善逸くんの話をしたじゃないですか、うんうん、だからシリアスとそのユーモアというかギャグのバランスが絶妙で、うん、はいはいはい、なんだろう、話自体は結構もう漫画でも長くやってるし、うん、長いんですけど、うんうん、なんだろう、シリアスとギャグのバランスが結構私はいいなって思うから飽きずにアニメ見てられます。私アニメあんま見てられないんですけど、うん、あのこれは見れる、見れる、これは見れる。なるほどね、そう、これは早送りとかしなくても見れる。そう、週刊少年ジャンプっていうのがあの知らなかったです。あ、そう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 、でこれ敵側の鬼にもね、うん、結構悲しいストーリーがあるところが魅力で、うんうん、まあ、鬼もそのねずこちゃんが鬼になりかけたのと一緒で、もともと人間で、うん、なんか人間時代の悲しい体験とか背負って、うん、でもなお鬼になってるみたいな、うんうん、そこに同情できる、うん、はい、あ、なるほどね、そうなんですよ。でアニメの主題歌が、はいはい、リサさんで、あ、はい、わかります、わかります、はい、それも魅力かなっていう。フェイトの主題歌もね。あ、そうそうそう、ね、私いろんなアニメの主題歌歌ってる方なので、うん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 、みんな結構好きかなっていう。あ、そうなんですね、はい、知らなかったな、見てみよう。いや、見てみてください。すごい、漢字が多い。あ、そう、漢字が多い、多い、多い、あの面白いです。振り仮名振ってないとちょっとさらっと読めない。すごい難しくて。そうなんですよ。ぜひ皆さんも検索していただきたいですね。はい、ぜひ漫画もアニメも見てみてください、うん、はい、はい、以上くるくるコンテンツのコーナーでした。ロードトゥブルガリアのコーナー、やっ、イエーイ。さて、続いてのコーナーは、ロードトゥブルガリア。さてこのコーナー、番組オープニングで申し上げました通り、はい、現在まだブルガリアには行っていない私たちですが、です、今ここで最終予想として、実際のブルガリアは、そして参加させていただくイベントはおそらくこうだろうと予想して、それを来月の放送でリアルに、そしてドライに答え合わせをしたいと思います。お、はい、あくまでクイズ形式で予想して、はいはい、どっちが正解か答えするわけですね。でっかい塩ミックランキングみたいなもんでしたね。あ、うん、まあ、何がでっかいでっかいかはちょっと分かんないですけども、はい、まあ、とにかく、来月のこのコーナーで2人の現時点での予想を、してみようというコーナーでございます。はい、負けない、まあ自信ないんですけど負けないです。あ、自信ないの、負けないよね。負けない負けない、いやいや、まあ、気持ちだけ、まあまあまあ、それは私にかな。あ、それともこれリアルなこのブルガリアの現実？まあどっちもですね。あ、なるほど、わかりました。ブルガリア行きを前にですね、はい、もう若干ね、しおりちゃんも思考がね、おかしな方向にね行っておりますけれども、それでは早速ね、第1問、はい、
ブルガリアの9月は日本より暑いのか、いやどうなんだろうか。でも暑いって前回なんか言ったような気がする。ぶつぶたんさんがね、はい、言ってらっしゃったので暑いんじゃないですか。うん、暑いかカラッとしてるみたいな、同じくらいかな、はい、で私の予想です、はい、どうですかしゅいちゃん、どっちですか。暑い、私暑いかなと思います。わかりました、はい、じゃあ第2問いきましょう、はい、ブルガリアの男性はかっこいい人が多いかどうか。ツムダンさんしかね、ブルガリア人の、あでもそうだね、あのブルガリア顔の彫り深いんじゃないですか。そうだね確かになんか顔の彫りが深くて顔が濃い男性が、つべたんさんのね彫りがすごい深いからね、はい、そういう意味ではかっこいい人多いんじゃないですかね。やっぱそうだろうね。私もかっこいい人多いとは思ってる、勝手ながらいいね、ごめんなさい、難しい、これかっこいいってちょっと主観だから、ちょっと実際にっていう、そう分かんない分かんない、多くのブルガリアの人見たわけじゃないから、ちょっとでもそこは一つの楽しみでもあると思う。はい、そうですね、はい、では第3問目、はい、ブルガリアは車が多いのか。いやこれ全然わかんないこれはね、あのほらつべたんさんもさほらおっしゃってたけど、はい、あの結構こう出かけるというよりかお買い物は結構ネットショッピングが多いっておっしゃったと思うんですけど、はいはい、だからそれを考えると、意外と少ないんじゃないかな。あ私逆に日本と比べるとやっぱ少ないんじゃないかな、はい、あ日本と比べるとね、私なんか交通渋滞とか多いのかなって思って、あ逆にだからこう出かけるの億劫になってこうネットショッピングみたいな。あなるほど、わかんない、わかんない、その考えもあるね、確かに、そうその線かなって思ってました。なるほどね。いやでもわかんないこればっかりはという何もわからない、山とか多そうだから車やっぱ少ないのかな。でも山とか史跡とか多い。ほら一回さ、ほらブルガリアのでっかい地図見せてもらったじゃん。はい。その結構なんだろう、こう緑が多いというか。あ、そう思った思った。なんか北海道、それこそ北緯も一緒じゃない。はいはい。なんか北海道も近いというイメージでは、どうなんだろうかという。難しいよね。難しい。うん、でも私は少ないと思う。はい。うん。どうしようじゃん。多い。まあ、道路、まあ、少ないと思います。車の数は少なさそう、交通の便がちょっと悪かったりするのかなとは思います。なるほどなるほど。じゃあ第4問いきますか、はい、ブルガリアのヨーグルトは美味しいかどうか。いやこれは美味しいでしょうよ私でもなんかあの美味しいと思うんですけど、うん、あの前にブルガリアのお料理ちょっと口にする機会あったんですけど、 あの時すごい酸っぱいなって思ったんですよ、ね、だから日本人が普段食べてるヨーグルトとかよりも酸っぱいんじゃないかなって、皆さんこうイメージするブルガリアヨーグルトだったりね、賞味クランキングでもね、はい、ご紹介させていただきましたけど、あれよりかは、ブルガリアヨーグルトよりかは結構酸っぱめだよね。酸っぱめだと思う、結構こうディップして食べるっていうのが、ね、そうそうだし調味料に使うことも多いみたいだから、多いってかサラダに使われてんの一回食べたんですけど、あそうだね、だから日本のヨーグルトちょっと違うんじゃないかな、多分予想ですけど、これチョコレートも全然違うじゃない、海外のと、はい、ああ確かに日本のって違うじゃん。そういう意味だとやっぱ全然違うし、もしかしていい好きな自分の好きなヨーグルトが見つけられそうな気がします。これは期待大ですね、これは食べたい本当に、はい、じゃあ、次第5問ですね、はい、ブルガリアの首都ソフィアは、日本の首都東京より魅力的だ、魅力的なのかという。東京は東京でいいところあるし、ずっといるからさ、ブルガリアブルソフィアはソフィアで、そうだから魅力そりゃ魅力的だよね魅力的だと思う、魅力、行ったことないからね、はい、そう観光、ね、すごい観光するには魅力的な気がする。あ確かにね、首都だし、首都だし首都だしそれはだってブルガリア人の方もやっぱ日本の、はい、東京来たらね、東京来たらやっぱ魅力的って多分思うと思うので、確かにみんな違ってみんないい、そうその言葉で片付けられちゃっただからいやそれは魅力だと、魅力的だと思う、魅力ないことない、絶対魅力的、そうだねなのであのここはもうあの魅力的だと思ってます、はい、2人は思ってます、はい
ではじゃあさ、ここからはですね、はい、実際の、まあ、イベントについてね、あの予想させていただきますけれども、はい、まず一つ目が6問目ですね、これで、はい、このイベントアニベンチャーコミックコン2019は、はい、日本の同規模のサブカルイベントより熱いのか。これいやこれ分かんない、でも日本はさ結構こういっぱいあるじゃない、はいはい、イベントはさ、はいはい、だからこう大きいイベントってなるとこう例えばコミケとかコミックマーケットとかなるけど、うん、こう海外はさ多分この本当にアニベンチャーしかないという、はい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 、もしね、もしかしたら小規模にあるかもしれないんですけど、大きい規模はこれからもこれだけみたいな、うん、となるとやっぱ暑いんじゃないかなと思う。確かに、うん、ブルガリアのてかヨーロッパ中の人集まるみたいな、そうね、感じ。だって4万人ってか考えると すごいもんね。だってね、したら暑いんじゃないですかね。やっぱコアなファンがの方がやっぱ外国人が本当多いなと思います、はいはい、だしこうやって私たち日本からブルガリアに行くじゃないですか、うんうんうん、同じようにあの周囲の国からもうブルガリアに集まってるかもしれないじゃないですか、うん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 、って考えると暑いんじゃないですか、ね、私たちも行ってみて同じもし例えば自分たちが好きなアニメに対してあそこが好きなんだっていうのをなんか知れたらいいな、はい、コアだなっていうのをちょっと知れたらいいなって思いますね。うん、難しい、暑い、暑いんじゃないでしょうか。いや暑いと思うけどな。なんかね比べる対象も分かんないし、そう、ね、言ってないから、うん、どうにも言えないけど暑そう、うん、ほら町会議にはさ、はい、今年平成の最後か、はいはい、ね、行かせていただきましたけれど、はい、そう考えるとね、あの暑いと思うけどなということ感じかなと思います、はい、そしてじゃあ7問目、はい、2人のブルガリア語は通じるか。あー難しいですね。もうちょっと怖いです。通じなさそう、あのもはや覚えてられる。いや そうだね、はい、頑張りましょう。じゃあ待って、はい、いいえ覚えてますか。あ覚えてません。え覚えてそうでしょ。だあ、そうそうそう、おーおーおお、覚えてたが、はい、ねがいいね、はい、いいえです。なおおこそこ覚えとこう。じゃあ次第8問目、はい、会場でチェキ撮影するんですけれども、はい、2人とも100万円以上撮ってもらえるのか。これは目標として撮ってもらいましょう。撮ってもらいたい。撮ってもらいます。撮ってもらう。はい、出せばなる。頑張ります。はい、はい、そして、次9問目ですね、チェキとは別に2人とも10人以上の方からサインを求められるのか。求められたい。求められます。求められます。サインか。サインか。難しい。ちょっと書くの、あのあれ練習しとこう。あんま考えたことないですね。考えておいてくださいね。はい、じゃあ最後、はい、10問目ですね。イベントに参加する私たちは会場で大人気を博すのか。はい。博したい。博したい。これなんかクイズなのかな。クイズなのか。予想ですから、予想。はい。博せるかどうかです。まあなんか日本から来たしコスプレしてるし博せるんじゃないでしょうか。うん、私もね、あのお着物ね着させていただきますから、はい、あの博せると思ってます。博しましょう。博したい。博すように頑張ります。頑張ります。はい、はい、ではね、10問一気に行かせていただきましたけれども、はい、いやー本当にねどうなるかなっていうのが楽しみでございます。難しい、何も予想つかないですね。頑張ってね2人で、日本のね、あのカルのねついてね、あと私もね映画についてね、あのお伝えできればなというふうに思いますので、はい、2人で頑張っていきます。頑張っていきます。はい、以上ロード2ブルガリアのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。いや今日はそのなんだろう、やっぱブルガリアに、うんうん、今行ってる最中。あそうだ、ね、直前で今話してるんですけど、うん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 、まあ今自分たちがどんな感じなのか、うん、大丈夫かな、心配だなと思います。でも楽しみたいです。はい、はい、ではですね、それではまた次回ねお耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。今回も皆さんありがとうございました。